どうも、ションタムです。お世話になっています。さあ、今日の動画はですね、タイトルにもありますようにですね、我が家の秘蔵庫をですね、ちょっとご紹介したいなと思います。まあ、最近ですね、実は、ある生き物をですね、2匹引き取りまして、そのね、今日は1匹をご紹介したいなと思います。以前ね、ライブ配信の際には、ちょっとね、実は姿を見せた個体ではあるんですけれども、今日はですね、まあ、ちゃんとまじまじとね、公開するのは初めてなので、ぜひね、皆さんにご覧いただきたいなと思います。今日の動画もよろしくお願いします。さあ、今回ですね、ご紹介する秘蔵庫、こちらのケースに入っております。まあもうね、ちょっと姿が見えてるんでね、大体ね、もう分かる人には分かるかなと思うんですけども、中の子を、では見ていきたいと思います。はい、今回まだご紹介していなかった秘蔵庫ですね、この子になりますね。こちらアルビノジャガーカーペットパイソンの女の子になりますね。いやー、もう映像で見てわかるとめちゃめちゃ黄色くないですか。もうビッカビカに黄色いですよ。でね、もうね、結構ね、脇のね、オレンジ色のコントラストもこの辺にね、映ってるかなと。この辺にね、映ってるかなと思うんですけどね、この脇のね、このバンドをね、この切る色がそのオレンジがしっかり出ててね、めっちゃくちゃ綺麗なんですよ、この子。黄色の発色とオレンジのバランスがめちゃめちゃ絶妙に綺麗で、ところどころに白い鱗が入ってるんですよね。これがね、なんかまたね、面白いね、なんか見た目を醸し出してくれてますよね。いや、めちゃめちゃ綺麗ですね。なんか卵の、なんか高級な卵の黄身みたいなね、そんな感じのくらい黄色いっすよね。大きさはだいたい僕の手のひらと比べてこんな感じですね。まあ、あのキャラメルアルビノジャガーの女の子よりちょっとだけ大きいくらいな感じですね。ヤングアダルトくらいですね。アダルト寄りのヤングっていうくらいの大きさです。体格見る限りね、めちゃめちゃ大切に育てられたんだなって感じますね。そしてここがですね、頭の部分なんですけど、あのジャガー特有のね、ここにね、なんか模様が出るんですけど、本当ね、そこもね、アルビノの感じでね、ちょっとほのかにピンクなんですよ。そしてね、このまたこの白い斑点が面白いですよね。なんかジャガーってやっぱりどこかね、こういうね、面白い表現をね、出す遺伝子なんだなっていうのをね、改めて感じさせられましたね。もう少し大きくなってくれたら、おそらくね、繁殖等にもね、あのしっかり活躍してくれるんじゃないかなと思います。健康状態も良好で、しっかり食事も確認できています。口の中もね、確認したところ、マウスロットやよだれが多かったりですとか、そういったのは見受けられなかったので、とてもいい状態だと思います。これからね、しっかり育てて我が家の環境にさらに慣れていってもらえるように頑張っていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。新しくね、ご紹介させていただきましたアルビノジャガーの女の子になります。まあ、ライブ配信をね、見てくださった方にはちょっとね、内容が重なるような感じにはなってしまいましたけれども、まあ、こうやってね、改めてご紹介させていただきました。そしてね、まあ、今現状はね、ちょっとね、今衣装ケースにね、入ってもらってるんですけども、そのうちね、ちょっとこうスナックルケージを、またね、さらにね、用意して、カーペットパイソンたちに快適なね、まあ、あの環境を、用意してあげたいなと思っておりまして、今ね、ちょっとちょっと待ってる状態にはなるんですけれども、これからね、さらにね、この部屋をどん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 強化して、カーペットパイソンたちのまあ繁殖、そしてさらにね、まあ、ちょっと飼育であったりだとかもいろいろとこう突き詰めてやっていきたいなと思っておりますんで、今後ともよろしくお願いします。あとね、秘蔵庫が実はあと残っておりますので、そちらの紹介もぜひ楽しみにしていてください。今日の動画はこちらで以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクスタイム、バイバイ。